ラバルムを中心に、ルーマニア語でイーススの祈りが周りに書かれた画像。ドームネイースセライストス、ピュール・リュイ・ドゥムニザウ、ミエスト、マポリエチレン・マインパカとするイーススの祈りとは、正教会で用いられる祈り、祈祷文。イーススとは、イエスの中世以降のギリシャ語、及び教会スラブ語からの日本正教会による転写である。イエスの祈りとも表記される。 イーススの祈りは、4世紀のエジプトの修道士の祈りにもルーツがあるとされる。聖教会以外では、イエスの御名の祈り、心の祈り、イエスへの祈り、イエススの祈りとも呼ばれる。シュイースス、ハリストス、神の子よ、我、罪人をあわれ見たまえ。日本聖教会役によるイーススの祈り、毎日の方針礼イーススの祈りは、繰り返し唱えて用いられる。 修道生活の中心にあるともされるが、一般の聖教徒にも唱えることが進められている。イーススの祈りの短縮版である、主、アワレメイは、連闘をはじめとして、抗議党、死議党の別なく最も用いられる祈りとなっている。イエススの祈りを唱える際に、ある種の呼吸法や対位法といった、心身技法が行われるようになり、 14世紀のアトスの修道者たちの中で発生した、新身技法を伴うイエススの祈りと、それを通して、神の光を見ることができるという主張と普及。これを基礎づけるグレゴリオスパラマスらの文献は、ヘシカズムと呼ばれる。新身技法は、徹底的内的静寂の実現のために行われた、イエススの祈りは、短い祈願文である。これを繰り返し唱える。 祈祷文は、イースス・ハリストスに呼びかける形となっている。人間としての名であるイーススという名前をもって、呼びかけの対象を明確にし、ハリストスという称号をもって、イーススがハリストスであるという信仰を言い表している。名前が、機密的な力を持つものとして、正教会では捉えられており、名前を用いることで、その名のペルソナを実在させると言われる。 自分のために変容し、十字架にかけられ、復活し、常に自分と共にいるイースス・ハリストスに対し、我が主よ、我が救いよ呼びかける。イーススの祈りは、イースス・ハリストスへの祈りと同時に、イタリ生産者への祈りでもある。イースス・ハリストスを、神の子として、イタリ生産者の第一位としての神父に言及し、精神の助けを得て祈ることで、精神にも言及している。 精神の助けを得てイーススに祈ることについては、聖書の以下の箇所が根拠とされる。精神によらざれば、一人もイーススを、主と、章を振るのはず。コリンフ全書十二章三節、新約また、主、神のこと呼びかけることで、イーススハリストスの神聖が表され、イーススという人間としての名を呼ぶことで人生が、表されてもいる。ロシアの、 無名の巡礼者の手記によれば、イーススの祈りには、福音書全体が含まれているともされている。敬拝といた悔い光栄と許しという要素が含まれており、神による救いと哀れみを臨在させるとされる。イーススの祈りは、このように、イタリ生産者に対する呼びかけを伴う、信仰告白であり、神への祈願である。 単に気持ちを集中させたり気持ちをリラックスさせたりするためのテクニックではない。並び順は日本語、ギリシャ語、教会スラブ語を除き、ISO639 による言語コード順。または、主イエスキリストよ、罪になる我を哀れみたまえ。もしくは短縮形、主イエスキリストよ、我を哀れみたまえ。ありがとうございます。